バトルフィールド2042に今回のテーマは対空。はどうせまたお前無反動砲で偏差落ちすればワンパンとか言うんじゃろお前。ああそろそろ本当に簡単な方法紹介1000回と。わかりました。今回は偏差落ちが全く必要なくワンパンで航空機を落とせる方法ご紹介しよう。バトルフィールド2042今回ポンドホーク対空。またポンドホークかこいつ。おうもうポンドホークがね、最適ということをね証明しよう。さあヘリを今回は中心に落としていきたいと思うんだが、ちょっとね無反動砲偏差撃ちは全く必要ないやり方、これでいこう。こいでゼロ距離だゼロ距離でワンパンです。もうこれならね全く、偏差撃ちが全く必要ない。お間違いない。前方からアパッチ、タイミングよく踏みつけよう。おーってちょっと早かったな。お全然今偏差落ちしてない。全然してないちょっと早かったな。ちょっと早かった。さあコンドルパイロット後ろを見たまえ来てるぞ。あっワバーもういかにね画面の真ん中にジェットをでかく持ってくるか。なんか乗れそうな勢いだからな。あれ乗るのもいいなワーおジェットおあすごいすごい耐えてるいいぞもっとくれたまえwell 今です。ちょっと遅い。ちょごめんちょっとゼロ距離じゃなかったな。ちょっとだけ偏差落ちした。偏差落ちというかタイミング。ただちょっとあれも行きたいところでは真上に落ちてゼロ距離で撃とうという話なんですが、あごめん無理ちょっとねやっぱ真上にね真上に落ちないと。誰かこれ乗れるか。いけそう。いやちょっと早いくっそいやこれで、ね、ジャンプして飛び乗ってやっぱ路角でしょ次のステップそこだな。ヘリを探そう。なんかね、ジェットが標的になってますけども、今回ヘリですね。ヘリを中心にこういってゼロ距離だこれならもう外しようがねあるまい。偏差打ちがね苦手な人ももう近づけさえすればクリックを押すだけ、そういうことだ。何やらちょっとこれ来るな。ほらミニマップをご覧ください。来ました助けておお偏差打ちだちょっとテーマにそぐいますね。一旦ね仕事しよう。まあ仕事してるんだけど拠点もね取りましょう。拠点ももう一旦ここだけね取ってれば。お梅干しお前拠点に入れやってお前入ってますけどもって言えますからね。ちょっと早くくださいはい拠点ください。まだいったんな。続々と湧いてる感じが。クリアか。はい取った。よしはい仕事。追われてそうなかわいそうな輸送機任せろ。偏差撃ちやないか。この詐欺実況者めちょっといけないちゃんとやろうさあ輸送機じゃなくてねちゃんとポンドホーク。さあようやくだ。ちょっと早かった。遠い遠いですちょっといけないな。偏差打ちね頑張んなくていいんだけどその分ジャンプを頑張んないといけないっていうねそういう話でもあるからな。偏差打ち苦手な人、どっちをね得意にするか。すごく狙われているすごくおうまあとりあえずねとりあえずこれはやっとかないと。よしちょっと待ってね。もうすぐちゃんとゼロキルで打つからやばいな。さあというわけで陣坂行こう。もうね無反動砲に切り替えよう。ちょっと RPG ね試してたんだけどちょっとねどうもねジャンプの方にねなんか支障があるんでねちょっと気分変えてこう。普段 RPG 使わないからねなんか動画的にいいかなと思ったんだけど、ちょっとなんか気分がねジャンプの気分が良くないもうね誉れはね浜に捨ててしっかり無反動砲に切り替えてもうゼロキルで言うとよし回り込もう。一旦ジェットはシカとして、今回ねヘリなんでよし今です。わばおやっぱり無反動砲だね。ジャンプ関係ないと思うんだけど。あとはビル君におりますやないかい。どっちだ、そっちか。あ、ルートが絞れて助かる。よし。おー、もうちょっと。味方のタンク大丈夫か、待ってろ。おー、わばすまん、味方のタンクちょっと途中で爆発するのがなんとなく分かった。ああ、すまない。もうちょっと早くね、到達できてればよかったんだが、うん、ゼロ距離ですね、ゼロ距離やっぱ。はい。ワンダウン。おっ、これはじゃない。うん、これは無理。あお、レッツゴー。あお、ああ、ヒュビゴトゥエンター、エンター、レッツゴー。あお、ワバヒュビゴトゥエンター、エンター、レッツゴー。ホバリング中、チャンスです。ああ、ちょっとだけジャンプミスったけど、まあ、オーライ、あらあらあら、ゼロ距離だ。あ、綺麗なゼロ距離だった。うん、こういうことです。偏差打ちね、全く必要ない。これジャンプさえちゃんと合ってれば大丈夫っていうね、そういう打ち方。うん、ただね、ポンドフォーク必要です。ポンドフォークはね、もうどんどんぶっ壊したらいいと思う、本当に。2人組いたらね、対空できるんだけど、もう傾斜なわけだからね、すぐ壊して味方のためにね、なんか必要な人のためにね、すぐ沸かせられるように、うん、そういうのも大事。もう一人いたらな、もう一人いたらやれることすごい広がるんだけど、まあ人数ゲーなんだけど、一人でやる分にはこれが正解ということよ。うん、上らへんもね、警戒しないといけないからな、ちゃんとヘリは。あ、貴重なヘリだ、頼む。あー、味方よ、いい対空ミサイルかもしれんが、私にくれ。おっ、おー、ゼロ距離だ。ブレイクアウェイは神。ビークルね、こうなんか追いかける分にはもうブレイクアウェイ神ですね。ほらもう、お、ヘリ飛び放題だ。めちゃくちゃ飛んでる。お、めっちゃ飛ぶからな。おう、上がれ。おばんです。アトフィ2042、今回はゼロ距離対空行こう、ポンドホーク。ジェットも狙いたいが、いけるな。あっ、あー、あっ、危ねえ。もうパラシュート展開と同時に打ってるから、もうね、モーションが見えない。うん、音も聞こえない。だいぶ距離あるぞ、これは。でもいけるはずだ。おー、ゼロ距離だ。おーし、おーし、おーし、これはいい、これはいいぞ、これはいいんだけど、音が聞こえる。うん、まだ音は聞こえます。こうやっぱ音を置き去りにしないといけない。アバートP2042、ゼロ距離対空ポンドホーク。そこに構えよ。さあ、届くぞ。ゼロ距離だ。お、だいぶもうね、感覚掴んでる。よし、ほら、おっ、おっ、あ、そっち行くか。よくないです、よくない。さあさあさあ、フレアの後はちょっとね、気の迷いがあったが、あっ、おら、あー、音を置き去りにしてる。音を置き去りにしろ。このさ、ミニマップに映ってるこれ、ほら、このポンドホーク。これこっち、あ、それこっち見てるぞ。お、どうした。ほらほらほら、あー、ちょっとこれ行こう。うん、あっ、なあ、それ。おっ、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 うわー、すごい。端末魔がこっちを見るからです。ちょっと戻した。よくないですね、やっぱ外していかないと。外してどんどん修正しないとね。ここです。ああ、これはまあ、うん、これはいいんです。なんかどこ。いいですよ。おっと、ミサイルだ。これはチャンスタイム。置き去りにしろ。お、うん、断末魔おもろいな。見ないといけないよ、やっぱキングダムは。うん、ちょっと見始めました。これはああ、もうこれはあれだね、ポンの宝具がね、もったいないから、もう乗ったままで失礼。さあ問題はヘリだが助けない。くっそー、ハインダもいるんだね。オン、お、ここです。だー、シャッシャッシャッシャリワークはよ、うん、リワークをね、危ない、ギリギリセーフ。ちょっと遅かったな。わお、あれでも展示会やってるあ、なんというなんということだ。これはしゃあない。いいね、いいね、いいね。あっ、シューシューです。さあ、アルファ取ってるが何ですか。危ない、誰、ナイス。おっ、ジェットか、これ来るな。角度をつけて、よし、さあ来い。おばんです。お、なんかリズミさ来たな。なんだ、あー、レールがダークだ。あー、なんというタイミングで、危ないですよ、危ないです。ダッシュだ。あ、でもガンダーいるから無理逃げるぞ。あー、ちょっと遅い。若干遅めだったな。なんかあれキャブかキャブいるの。おっ、恐ろしい。やべ、よし逃げようまずい、いつの間にかアルファ1が、仕事の時間です。おっ、どこ、マジです、危ない。あっバレてないのか。いや、上から来るな。来すぎ来すぎちょっと待って、ジョー・ウィックのキルスピードや。おう、ジョー・ウィックぐらいやってる。あー、どんどん行こう、無双モードや。湧いてくるな。くっそ、行くぞ。おー、大きいザリにしろ。ほら、もう全然ダメ。もういつの間にか味方が取ってる全然アルファ1貢献してないな。ナイスだ。大丈夫か。さあ450対18、ここまで来ればナイスだ。ここまで来れば大丈夫だと思うが、やっぱね、ヘリは無反動砲でワンパンだからな。もういかにちゃんと当てるか、ちゃんと当てるってのもね、難しい道を行く必要ないんです。あ、すごい行ってるみんなおう、あ、降りか。いや、このね、終盤に飛び降りたくなる感じ、わかるいや、というわけでね、ジャンプで狙えばその偏差打ちどうこう関係ないというね話でした。ちゃんと地上からね偏差打ち当てれたらもうそっちの方がいい。実はね、ポンのフォーク使わなくていいからなんだけど、もう画面のね真ん中にデカデカともう航空機を持ってきて偏差打ちをなくす。もうこれするためにやっぱポンのフォーク最適と、ポンのフォーク破壊されるような感じで、飛び降りよう。ちゃんとね余っちゃうと一枠なくなっちゃうからな。さあというわけで、なんかスローとか使いたい。梅干しお前にやる。え、女俺が当たるわけないやん。